子供までを全てもうしまったと。そのお風呂場に未だにその血痕が残っていると言われている場所です。ちょっとなんか空気感変わる部分よね。すごいわ。大量の髪の毛。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもヤカズです。リーダーです。はい、やってまいりました。佐賀県ナンバーワンスポット、その名もイノちゃん山荘、こちらに来ております。もうこちらの場所は関西にいる時から知っていましたよ。知ってましたか？まあ、若干聞いたことはあります。もうめちゃくちゃ有名な場所です、はい、この近くにあった精神病院からまあ患者さんが抜け出して、その人の名前が井上さんで、その井上さんが今回僕たちが行く山荘に入ってしまって、そこのお客さんからもうその経営されてる夫婦、もう子供までを全てもうしまったと。でその夫婦がされた場所がお風呂場で、そのお風呂場に未だにその血痕が残ってると言われている場所です。結構この山の奥まで続いていくみたいなんですね。いろんな情報がここではありますので、はい、皆さんがまだ発見されてないですね、ちょっと情報もちょっと手に入れまして、謎の洞窟がそのイノちゃん山荘の周りに2つあるっていうのも聞いてるんです。めちゃめちゃ怖いらしいですよ。まあめちゃめちゃ有名ですからねそう、もう行きましょう。そうですねじゃあ行きましょう。奈良市民ホラーチャンネル。もう多分ここでしょ、見たところ。はい、この水路をたどっていくと到着すると。はい、水きれいやな。めっちゃきれいですね。本当に突然ってことは結構多くないか。これか、これでしょ。はい、とりあえずだから今見つけたのがこの一軒か。はい、入ろうか。入り口にも全身鏡あるから。でもだいぶも荒れてますね。はい、足元注意せんかったらちょっと怪我するわ、はい、崩れそう崩れそう。お風呂場でされたって言ってたけど、ここではないやろ。ちょっと危ないですね。危ないな、そこ抜けるな。いかないですね、悪すぎるわ。まあ、こんな感じですね。で今これあの外にこの折るように見えるんですけど、これ建物内なんですよ。でね、外壁しか残ってないんですけど、であそこが一番奥の壁ですね。ちょっと向かい雰囲気あるな。ちょっとなんか空気感変わる部分よね。あーちょっとこれ重いな。あ、なんかわかる？はい、このちょっと苦しい感じ。はい、あれ？なんかあるぞ。あれか、どっからが入り口や。これ一旦地獄が、はい、あそこにあるのはもう、うわ
また別のなんか入ってる。うわはは、すごいな。これなんか全部一緒なんやろな。この一体がもうさっきのも合わせて。おもちゃの酸素ですかね。え、これ風呂場やん。ここのことか。マジか。一発目がここのお風呂場です。この場所でされたんですね。聞く話になると未だにその気候が残っていると。大浴場ですね。そうやな。ただまあここって決まったわけじゃないけど、はい、これまあ外にあるやんか、はい、もしかしたら中のお風呂かもしれへんし。はい、どうぞ。これですね。そうやな。でもそんな思ってたより広くはなさそう。広いな。何ですか。一個一個の部屋が広いか。あ、広いですね。うわ、すごいな。なんかもう壁全部破られて一つの部屋になってますよ。ああ、宴会場みたいな。はい。鼻歌みたいなの聞こえたのが。鼻歌ですか。聞こえるやん。え、めっちゃ普通に聞こえねえけど。質問してな。あれ？ほらほら。上？ここじゃないの？この先は特に何もないですね。もう普通の山道ですね。で、まあ、強いて言うなら、ここやな。途中で途切れる。まあ、本来はこれだからお風呂につながっとったんやな。ですかね。ここにお風呂があるから。こっから行ってたんですかね。あそこの旅館に泊まってお風呂はこの道を通って。ただ謎にここでもスパーンって切れるのも、これもう足滑らしておしまいやもん。はい。さっ
昨日だからご飯食べるところとここはまた別やな。こっちがだからイノちゃん山荘か。さっきの鼻歌のやつやな。僕には全く聞こえなかったです。結構聞こえとったです。マジですか。さっきのね、飯食うところ、はい、あそこの2階はちょっとなんか気持ち悪いなっていうのはありましたけど、ここまでも映る分にはしっかり怖いじゃないですか、はい、でもね、中入って思ったのは、別にそんなにっていう感じなんですよね。これはね、ちょっと先の鼻歌はすごい気になるけどな。そんなヤバい建物かなって思いますね。非常に申し訳ないですけど、まあ、言うても全く怪奇現象がなかったわけじゃないから、はい、確かにまあ女性の鼻歌は聞こえたからさ、もしかしたら一人になったら何か取れるかもしれへん。それをちょっと信じて、ちょっと怖いですけど一人ここで待機して、ここをだから今回の拠点とします。はい、ここから旅立ちましょう。こうします。で、今からイノちゃん山荘メインの場所に行ってもらって、でそこでトリフィールド動かした状態で行こうかな。はい、で一応スプリットボックス、はい、出てください。はい、ではイノちゃん山荘の方にね向かいたいと思います。では行きましょう。こちらですね。はい、着きました。ボックスやってみますか。このど真ん中で。誰かいますか。誰かいらっしゃいますか。女性の方ですか。もしもし。誰かいらっしゃいますか？反応なし。特にないですかね。まあないことはないなんでしょうけど。まあ特別なんかっていうのは
僕にはちょっと分かんないですね。霊感強くないんで、分かんないんで。では戻りたいと思います。奈良市民ホラーチャンネル。こちらですね。じゃあ行きましょう。もう部屋は全部つながってるんで、一番手前から入っていきたいと思います。まあ、強いて言うなら壁はもう全部ぶち壊されてますけど、まあ、一つ一つの入り口にお風呂場とトイレがある、そんな感じですね。それ映してたらちょっとキリがないので、じゃあちょっとディエゴがどこでやったのかちょっとわからないんで、僕は廊下でやっていきたいと思います。こんばんは、エアカズです。さっきの鼻歌の女性いらっしゃいますか？ゆっくりでいいんでお話ししましょう。ゆっくりでいいんでお話ししましょう。会話するの難しいですか？まあ、これでいいんじゃないですか？今みたいなのが普通です。何も応答なしが通常です。奈良市民ホラーチャンネル。僕たち完全にやらかしてるみたいで、はい、3日前ぐらいですかね、はい、イノちゃん山荘に行ったんですよ。でその時に、まあ、おそらく別館と本館とあと離れのお風呂ですね、はい、に、まあ、行って、まあ、結果、まあ、そんな怖くなかったなっていう、そうですね、ここでほんまに何かあったんっていうような感じで終わっちゃってるんですよ。まあ、僕ちょっとライブやってたんですよね、はい、でリスナーさんのコメント全然読んでなくて、で帰ってからもう DM がもう殺到しとったわけですよ。でこの内容が何かって言ったら、
メインの場所行ってないでしょって来とったんですよ、はい、でメインの場所ってなって、でなんかオーナーの家があると、そうですね、そのされたその夫婦の家があるっていう風に聞いて、はい、もしかしたらそこの部屋がもう圧倒的にヤバいのかもしれないですね。じゃあ切り替えます。よいしょ。はい、そしたら犬ちゃん三さんの入り口ですね。はい、入りましょう。まあ、多分行ってない方向がもう一箇所しかないから、そっちの方向じゃないかなと思います。まあ、今思えばなんで行かなかったのかと思うけど、どこにあるの。まあまあ行こうか。さっきの分かれ道に戻ってきました。はい、こっち側行きましょう。なんかまあ今ネットの情報を見たところ、水路を辿っていけばと。なんで全部水路沿いなんて感じだけどな。何これ。洞窟。洞窟。マジ？これ？このタイミングでこんなん出てくる。言ってた洞窟これか。絶対これっすね。なあ。でもこれ完全に人工的に作られてんな。はい。この石の積み方自然じゃないもんな。何するとこなんやろな。でも人が入れる広さやな。はい。すごい雰囲気ですね。うん、めちゃめちゃ。ここ通ったやつやったら気づくはずなんだけど、こっちじゃなくて、まあ、ミッションミスの洞窟はクリアやな。あ、持って、もう一個ある。はい、2個あるってこれのこと。え、なにこれ。入ろうか。すごいわこれ。ほんまに昔の倉庫なんかもせえへんな。ちょっと用途は分からんけど、すごいな。でも防空壕って感じじゃないな、はい、全部が石の作りやから。でもあれ機械使えへんかったらこんなクソでかい石な積まれへんもんな。昔の人すごいけどさ、もうそろそろっぽいな。だんだんちょっとしっかりしてきたもん、はい、今んとこ上がるんやったんかな。あ、うん、あった。ってことはあそこ上がれるってことですか。うわっ、うわっ、うん、大丈夫。絶対これ俺も間違えてんねん。待って、怖い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 。引けやん。え、これはちょっと怖いって。たどり着いた場所、行け。怖っ。危なっ。これ倉庫っすね。倉庫っすね。はい、ですね、2時間かかってます、はい、でようやくこちらオーナーの倉庫発見しましたね、はい、ここまで来ればもう大丈夫です、まあ、車も当時のまんまということで。
2時間やと。これちゃうか。あ、これじゃないですか。やっとか。ちょっとあの感動の方がでかい。いや、そうっすね。マジでめっちゃ時間かかりましたからね。これや。中入ったらすっかりやっぱ廃墟ですね。お風呂場やな、ほんで。はい。もうね、中物がありすぎて、そっち側もそうですし。うわ。うわ、あった。もう倉庫として使ってたの。おっと。こっち台所のなんか変な空間がありますね。なんかな、動物飼うみたいな。あ、いたずらかな。来て、はい、大量の髪の毛。偽物これ。誰かがふざけてやったんかな。あ、カツラっすね。カツラやな、色がな。ふざけてやったのか。結婚とかは残っています。その結婚な、やっぱりここじゃなくて、まあここオーナー宅やんか、はい、風呂場でまあ、されたっていう風に聞いてるけど、やっぱりここじゃなくて大浴場の方ですかね。そっちやったんか。なるほどな。じゃあそっち戻ろうかな。はい。うっ。もうやわ。戻りますか。もう汗が。戻りますか。はい。長かった。これも直でガレージで繋がってますね。だらしめホラーチャンネル。はい、イノちゃん山荘、はい、無事終わりました。まあ今回ですね、2日間に分けてちょっとイノちゃん山荘、まあ来ました。本館と別館と、あと離れにあるお風呂ですね、これをまあ見つけたんですよ。ただまあ洞窟 と、オーナーの家の存在に僕たち気づいてなくて、はい、でまあ今日またやってきたんですけども、あの洞窟が一体何のために使われていたのかはちょっと分からないんですが、その後2時間ちょっとこの山の中をすごい探したんです。ネットの情報うわーっていっぱい調べて、はい、YouTube うわーっていっぱい見て、その情報をもとに僕たちも行ったり来たり、もう山の中こんなとこ道ないやろっていうところもすごい行きました、はい、なんなら途中僕あの信じられへんようなちょっと出来事起こりまして、なんか崖から、落ちましたね、はい、はい、しかも落ち方がなんでこれディエゴカメラ撮ってないねんっていう話で、あの逆でんぐり返し、はいはい、かましてやりましたね。その後、はい、オーナー宅見つけました。まあ気持ちもちろん切り替えて中に今入りました。で、まあ、映像を見てもらったと思うんですけど、本当にね、何もなかったんですよ。髪の毛らしきものもありました。ただ本当に中で何も感じることもなくて、どちらかというと、まあ、オーナーの家とかよりもそれならあの2階建ての僕たちが待機してた場所、はい、あそこの方が まあまだちょっと、雰囲気はあったかなと思います。これといって、
そんなになんか霊が集まっている場所とは思わなかったのが正直なところです。今回の撮影以上となりました。ありがとうございました。ありがとうございました。身投げが多いみたいです。情報によるとなんか崖の方で飛ぶらしいんですけど、下覗いて後ろから誰かが押されそうな、そんな感じします。岩に頭打ちつけたらアウトっすよ。で上からこう見たらさ、まあ、向こう海やんか、はい、でこの森の中がちょっとやばそうっすね。この言ってへんか分からへんけど、はい、この森の中探したら無理そうやな。皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県全て制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。でアカウント情報なんですけども、概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。